皆さんこんにちは。今回は、思い入れなく買ったのに長めに使ってるもの、人には言えないけど長めに使っているもの、ということで、ガルちゃんみんが長年使っているものについてのトピックをまとめてみました。それでは早速ご覧ください。言いにくいけど、何の気なしに買って、そういえばこんな長く使ってるわってのがあったら教えてください。私はニトリの下敷きみたいなまな板を、気づけばもう10年も使っていました。ソニーのウォークマン、10年超えてるね。私は CD ラジカセ、よって CD も買ってる。私は初期の iPod を今も大事に使っています。テレビデオ、25年、ブラウン管の味わいが好きで捨てられない。壊れてないし。私もブラウン管テレビ、チューナー別店、きちんと映ります。チューナー兼 HDD で録画もできます。80% 引きの服を5年着ています。これわかる。一目惚れしてプロパー価格で買った高めの服は合わせづらくて、気合い入れないと着れない。出番なくてお蔵入りしている。20代前半の頃に買った安い服、何着かを40代半ばになった今でも着てる。買った当初から1から2年に1回か2回くらい着る感じで、なんだかんだ20年以上経ったよ。私は服なくて適当に買った GU のサマーニットが、気づけば10年近く現役。毛玉もよれもない。発売当時のユニクロヒートテック。20年ぐらいになります。まだ暖かい？新品に比べたら暖かさは落ちるけど、まだ機能してるとは思う。長袖 T シャツとして着心地が最高なんだよね。主に部屋着だけど。当初のヒートテックのハーフパンツみたいの私もまだ2枚ある。ヒートテックに限らず、当時のユニクロの方が質も多少良かったね。でも長年使ってるとやっぱり薄くなるよね。私の50デニールのタイツくらいに透けてた。もうメッシュになってるんじゃないの。グレーの薄いアンダーウェア。気に入って同じのを3枚買って着回しながら20年以上着てる。ところどころほつれ始めてるけど、昔のは丈夫なのでまだ着れる。妊婦の時に買った、XL のリラコ。今も楽だから履いてる。私もユニクロの初代リラコをヘロヘロになった今年も愛用。15歳の時に買った500円のタンクトップを36歳の今も使ってる。ほつれもよれもないし、一番着心地がいい。セシールで買った私のパジャマ。多分1980円とか。30年以上経っててクタクタで薄くなってる。なぜか20超えてる娘が気に入ってて捨てさせてくれない。着心地最高らしい。10年前、リラックマ10周年展の時に買ったバスタオル。ボロボロだし、もうあまりリラックマに興味ないけどまだ使ってる。私じゃないけど、旦那がお気に入りのタオルケットを10年使ってるらしい。ライナス症候群なだけのようだけど、旦那のそのエピソードは人には言えないというか、話題になるシーンないけどあっても控えると思う。ライナス症候群ってブランケット症候群よね。10年ってある程度大きくなってからなんだね。幼少期から数十年使ってる人が多いイメージ。旦那は幼少期からですよ。でも5年や10年単位で、そのブランケットやタオルケットの劣化具合で代替わりするみたいです。定期的に洗って清潔だけど、それなりの頻度で洗うからか、ボロボロになるので買えるらしい。タオルケットか。毛布で高級品なら、おばあちゃんとかそのくらい余裕で使うよね。iPhone 7。途中一度バッテリー交換をしたけど、けなげに6年間頑張ってくれたよ。でもいよいよちょこちょこした不具合が出てきたから、完全に壊れる前に、15に機種変したよ。私も7。私は言えないどころか、言いふらしている。この前友達に古いって笑われた、けどまだ壊れないから使う。私も家でサブとして使ってますよ。うちもだ。バッテリーだけ変えたりして、かれこれ6年ほど使っているよ。私も去年まで7だったわ。読み取り機能が必要になって、SE2 に買い替えたけど、なんでみんなそんなに最新機種を欲しがるのか全然わからない。私もだよ。Twitter アイコンがまだ青い鳥のままで、アップデートしても X じゃなくて Twitter のまま。iOS 古すぎて対応してないのかな。話のネタになるのでよし。私は生活保護の人が結構来る小児科に勤めてます。半数は新型の iPhone 使っていて、自分はまだ7使っているので泣きたくなります。こういうの聞くと複雑だわ。逆に言うと堅実に節約できないから、とも思えるな。マグカップ。もうすでに飽きていて、
他に次はこれいいなぁと思うものも何度か見つけているが、何せ今のマグカップが頑丈で壊れない。買い替えてもいいんだけど、なんとなく壊れてから買い替えようと使い続けてる。職場に置いてるマイマグカップがみんなそんな感じ。わざわざ買い替えたりしないから、謎のキャラクターのとかたくさん。みんな普通に使ってる。18歳の時に友達にもらったマグカップで今紅茶飲んでる。今年57歳になった。長い付き合いだな。スリーコインズで買ったマグカップを10年近く使ってます。デザインと大きさが良くて、なんとなく買ったはずなのに気に入ってます。もっと高いシャレた1500円のマグカップもあるけど、結局いつものやつ使っちゃう。阪神淡路大震災で食器がほぼ全滅したので、電車が通るようになってから、三宮駅の中にあったキデイランドで買ったマグカップが、現役で活躍中です。山崎春のパン祭りで、30年以上前に祖母がもらったお皿を実家からせっせと運んで使ってます。うちにもあります。雑に使っても割れない、優秀だと思う。小学校で買った、うちの玉知りませんかの裁縫セット。42歳の今も使ってる。わかる。私はよくわからない可愛い恐竜のキャラクター。恐竜なんちゃらって書いてある。あの頃ってやけに文章をローマ字で書いてあるデザインが多い。お土産屋さんのキーホルダー、ハンカチ、ポーチもローマ字で何かしら書かれていましたよね。私も42だから多分同じの使ってる。私は水色の裁縫セットなんだけど、立ちバサミもまだまだ全然使える。実家で母親が使ってるよ。私もだ、小学生の時に家庭科用に買ったやつをそのまま使ってる。何の疑問も持ってなかった。私の旦那は豆な人で手先も器用。ボタン取れたり、糸がほつれたりした時には旦那に直せる?と聞くと毎回、了解、って言って、自分の部屋から裁縫道具持ってきて修復してくれる。本当にありがたいんだけど、その裁縫道具に子供の字で、この2、旦那フルネームが書いてあってじわじわする。了解、って直してくれて、記名してある小学生からの裁縫箱を使ってる旦那さんかわいすぎ。100均の手鏡。普段使いはもちろん、旅行も入院もいつも一緒。割れたら困るから専用のポーチを作って大事にしてる。私は100均の皿。割れぬ。100均のキッチンタイマー。8年くらい使ってる。電池も最初から入ってた電池をそのまま。思い入れはなかったけど、愛着はいちゃってるかも。キッチンバサミ。新婚の時、ホームセンターでたまたま見かけて買った1000円くらいのやつ。間に合わせで買ったのに使い勝手良くてもう10年。さすがに切れ味落ちたから、同じもの探して買いたいなぁと思ってる。小学校入学時に買ったハサミを、40年以上使ってる。小学生の頃に買ったカンペンケースも、色鉛筆入れにしてまだ使ってる。私もハサミ。幼稚園の頃のやつを未だに使ってる。35年、よく使えてるもんだわ。私の幼稚園のハサミ、一番使いやすい。裁縫セットも書道セットも彫刻刀も使ってる。裁縫セットは初期設定にプラスされていき、書道セットは文鎮、硯ステイで筆はグレードアップでも、言えなくないほどのことでもないと思っていた40歳。小学生の時に支給された竹製の定規が今も家にあって時々使っています。小学生の頃に買った鉄アレイ。もう36年使っている。ドン引きされそうやけど、小1から使ってるスヌーピーの巾着。デザインが気に入ってて、ずっと使ってます。1年3組〇〇って名前まで書いてる。今37だから30年使ってます。もう洗濯して薄くなってきてるけど捨てれない。祖母が若い頃に買ったという缶切り。おそらく60年くらい。昔のものは丈夫だよね。刃物はマジで昔の日本製が使える。実家にある刃物ほとんど現役。うちも最近まであったけど、錆がすごくて処分しちゃった。普通に使う分にはまだ使えたけど、昔のものはすごいなぁと思う。安さに飛びついたユニクロの安売りしてたポシェット。数百円だったが5年使ってる。軽さもサイズ感も最高。適当に買ったディズニーのブランケット。好きなキャラでもないものを10年使ってる。なんか自分の匂いがついてるのと、いい感じの触り心地で捨てられない。結構持ち物増えて、紙袋じゃ心もとないかなと、怒りスーパーのマイバッグを1500円で適当に買った。それから15年使い倒してる。ボロボロすぎて色違いも買った。あのカバンは本当に紙。USJ で買ったスヌーピーのバッグ10年以上使ってる。
何度か新しいの買おうと思っても、ちょうどいいサイズのものがなくて、ずっと使ってます。アイシャドウとかチーク。たまにしか化粧しないから減らなくて、20年くらい PM 使ってるわ。え、皮膚大丈夫？それは人に言わない方がいい。衛生面やばい。チークはまだしもアイシャドウは処分した方が絶対にいいよ。たまにしかしないなら、プチプラの2でいいから買い替えた方が衛生面でいいのでは。酸化してかなりの雑菌が繁殖してると思うよ。目に近いものは使用期限気をつけて。私も惹かれそうだけど、パウダーファンデのケースをずーっと同じの使ってる。薄ピンク色のマキアージュのケース。中身、レフィルとスポンジはもうマキアージュじゃない？薄ピンクのケースが一番好きだった。長年使ってたけど、開閉時にキコキコなるようになって捨てちゃった。物持ちいいね。メイクブラシかな。30年前シューエムラがまだ純国産だった頃セットのブラシセットがまだ現役。もちろん週1で専用洗剤でちゃんと洗って乾かして使ってます。ブラシ、冬はなかなか乾かないんですよね。24歳の頃に就職と同時に一人暮らしを始めるときに、980円で買った無印の壁掛け時計。もう45歳になりますが、未だに現役で時を刻み続けています。私は、旦那と大喧嘩した時に、詫びとして買ってもらった財布が気づけば15年は超えてました。何か買ってくれるって言ったから、気が変わらないうちにと思って、何も調べもせず、パッと入ったブランド店で1分もかからず選んだ財布です。手に取って確認して、なんて作用もなく、財布コーナーざっと目視して、はいこれで、みたいなどこのセレブだよって感じで。買った経緯は忘れるようなもんではないですが、財布自体には全く思い入れもなく、そもそもイライラしてる状態で手に入れて、使い勝手とかも全く考えずだったのに、こんな長く使ってることにふと気づきびっくりしました。財布を見るたびに喧嘩を思い出して嫌な気持ちになりそう。15年も経つと、他の喧嘩に紛れて、もう思い出さなかったりしますよ。20年以上乗ってるボロ車。単に新しく買えないだけだったけど、愛着出てきた。素晴らしい。でも10年超の車は自動車税高くなるんだよね。愛着のある古いものを大切に使うのにもこの国はいい顔しないんだよな。早く新車に乗り換えなみたいな。私も前のウド市に買った赤いプリウスに乗っています。走行距離が11万キロ超。昔、走行距離が10万キロ超えたら買い替えた方がいいとか言われていたけれど、定期的にトヨペットの点検に出しているし、車体も中身も綺麗なので、別に問題がないと思ってます。私はベンツ W124 に乗ってるけど、30万キロ超えた。まだまだ乗るよ。私も平成14年の車乗ってます。専用主婦であまり走行距離走ってないです。8万キロぐらい見た目も中身も綺麗だけど、今年の車検で手放すわ。古い車だけど、どこも調子悪くない。この車、次は中東あたりで走ってるかもしれんし。炊飯器。昔の PC に接続してあった HD に残された記録を何気に調べたら、なんと15年が経過していた。これでもう数えきれないほど、ご飯を炊いたのか、内部の電池の寿命がとっくに過ぎていて、常に電源につないでおかないと、時刻が記憶できない。20年くらい前にリサイクルショップで購入した2000年製の電子レンジ。同棲解消して一人暮らしを始める時にパパッと購入したので、思い入れなんて全くなかったけど、結婚した今も大きくて使いやすく、捨てる理由もないので使ってる。別に人に言えないわけじゃないけど、冷蔵庫と洗濯機と掃除機を22年使ってる。買い替えないとと思ってるんだけど壊れないし、普通に動いてくれているからなぁと思いつつ、そのままになっちゃっている。年代的に最後のメイドインジャパンなのかな。わぁ、うちと一緒、洗濯機と掃除機はまだまだ現役。でも、冷蔵庫だけは壊れる前に、計画的に買い替えることをおすすめする。うち、今年の夏に22年働いてくれた冷蔵庫が突然力尽きたよ。冷蔵庫も冷凍庫も満杯だったし本当に大変だった。電気屋さんによると夏に壊れて急遽買いに来るパターンが多いらしい。電気代去年の同月に比べてすごく下がったよ。22年も頑張ったら突然じゃない。いつ壊れてもおかしくないよ。うちも今年23年使った冷蔵庫が壊れた。壊れたというか冷凍庫がしっかり閉まらなくなってちょっと開くと冷えないから買い替えたよ。家電は10年くらいで買い替えというけど、すごく長持ちしてすごいなぁと思ったよ。ドイツの商店で買った串600円くらい。
韓国の路面店で買った鏡200円くらい、都内の路面店で買った時計800円くらい、ハワイで買ったスプーン300円くらい、ドラッグストアで買ったシャンプーについてきた薄いプラスチックのシャンプーブラシ以外は、普段使いしているものをなくしたり壊したりして、間に合わせで買ったシャンプーブラシはマークス&ウェブとかバリ方のも持ってるけど、結局これを使ってしまう。すごい、いろいろ海外に行かれてるんですね。羨ましい。意外と間に合わせで買ったもの使ってるんですよね。可もなく不可もなくというかしっくりくるというか。看護学校の売店で売ってた爪切り。家で切り忘れてしぶしぶ買ったけれど、意外としっかりした作りだったので、なんだかんだ20年くらい使ってる。弁当箱、ペンケース、マグカップ、定期入れ、気づいたら学生時代から10年以上同じものを使っているもの私も多いです。娘が生まれた時、ミルクを作るために、その辺のスーパーで買った小さな1000円のステンレスのお鍋。未だに綺麗なまま、お味噌汁やゆで卵を作ったり、マカロニ茹でたりと重宝しています。娘は今年成人を迎えました。ちょっとコメントしづらいんだけど、グリコのプリッツやポッキーファミリーパックに入ってるトレイ。頑丈で長持ちする。これのためにお菓子を食べる時がある。無印良品のリュック。大人の初リュックで、とりあえず無難で手頃なのを選んだだけなのに、10年ぐらい経つかも。何十年も前のパンのシールを集めてもらったカバン。本当に何十年も前のやつ。出先で荷物が増えたので急遽買ったカバン。使いやすいし丈夫だったので、20年以上愛用している。豚革の三つ折り財布、20年くらい使ってる。味が出てていい感じ。なんとタイムリーなコメント。私は使い込まれた革製品を見るのが大好きで、時々ググってみてるんですが、たまたま昨日も10年、20年と使い込んだお財布を見てたんです。米主さんのお財布も、きっと味がある革になってるんでしょうね。今日、私は新しく革のお財布を使い始めます。米主さんのように長く使っていきたいです。お弁当包み、スヌーピーの2枚。中高大社会人とずっと私のお弁当箱を包んで33年。色あせてるけど、生地が厚くて丈夫でまだまだ使えそう。私も30年もののお弁当包み使ってるわ。色あせもしてない。丈夫だよね。ブラジャー。中学の頃から10年以上。くったくたになってて、気兼ねなく洗濯できるのがいい。新品の硬さより、使い古した柔らかさが心地いいよね。中学からサイズ変わってないのもすごい。成長期だから一番サイズ変わらない?ちょっと意味がわからない。胸のサイズも変わるし、ブラジャーも型崩れするので、買い替えた方が将来のためにはいいと思いますよ。私は姉がまだ胸が小さかった頃に譲り受けたブラジャーを使用しています。32年目。中学で胸の成長が止まった自分にはジャストサイズで、なぜかまだ破れも痛みもしてないのでバリバリ現役ですよ。シャルレの生理用ショーツ。小学生の時から40過ぎた今でも使ってる。さすがに穴開きかけてて、新たに買い直そうと思ってる。入るのが偉い。小学生の頃から比べて、腰の幅が倍くらいになってるわ。シャルレのサニタリーショーツ、ものすごく丈夫でしっかりしてますよね。うちにあるのと同じものかも。私もサニタリーショーツを長年使っていて、多分使うのももうあと10年くらいだろうし、このまま行けるところまでこれで行こうと思う。もし途中で寿命が来ても、もう買い足さずに普通の今履いている古いパンツか吸水ショーツにして、尿漏れでも使えるようにしようかなと試案中。高校の時のクラス T シャツと体操着。クラス T シャツは12年くらい使って、高2のやつが一番先にボロボロになってきたので、先週やっと捨てた。高1、高3の時のクラス T シャツはまだ現役です。高校時代26年前のブルマ。寒い日に毛糸のパンツ代わりにちょうどいいんです。ジュニア布団。小学校入学の時に買ってもらった羽毛布団のジュニア布団です。アラサーになっても、掛け布団は使い続けてます。息子の膝掛け毛布。ベビーカーに乗せるとき、膝掛けとして使っていた小さい毛布。息子、寝るときに枕の上に敷かないと寝れない。息子、21歳大学生見た目いかついおっさん。誰にも言えねえ。息子さんかわいい。私が子供の頃からあった新聞ストッカー。かれこれ30年以上。びっくりマンシールとかベタベタ貼ってあって、昭和感が漂ってる。ホットカラー。今は前髪だけだけどまだ使ってる。メーカーはナショナル。メガネのフレーム。
気に入りすぎてレンズだけ交換して20年くらい経つ。12月24日に7割引で買ったクリスマスツリー。システム手帳。90年代初めは流行っていた。アドレス帳とか路線図とかも手帳に挟んでいた時代だから、毎年カレンダー部分だけを差し替えるシステム手帳が重宝されていた。大学の時に買ったから、もう30年。今はスマホか、毎年買い替える手帳が主流で、中身あまり種類ないのよ。キルトケット20年。11の時買って、一人暮らしの時も同棲中も、結婚してからも変わらずお気に入り。全然ボロボロにならないんだよね。最近3歳の息子が気に入って取られた。学習机。本当に捨てるタイミングなくした。資格試験勉強するから使うかなと思うけど自分で解体するのかな。いつでも買い替えられるような安いものを気がついたらずーっと使ってる。たまに正気になって買い替える。これってメーカーさんが素晴らしいということだね。以上となります。皆さんが長く愛用しているものがありましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。私は小学生高学年の時に買ってもらったたまごっちの下敷きを、未だに大事に使っています。今後も有益なトピックを中心に紹介していきますので、よかったらチャンネル登録・高評価お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。